相変わらず丸亀製麺です。耳の分なくさないでよ。ちょっとパパここにいると風船がこのやつに当たっちゃうよ。風船はこっちに置いていていい？分かった。割んないでよ、割んないでよ。分かんないよ、それは割れるかもしれないし、割れるかもしれない。ねえ、これじゃん、これじゃ食べれない。こうなってるんだから。うーちゃんの電話についてんの。そのタンカチは手のだからね。ん？なになに？どれ？これ？うん、これ。これ何？私のだからねって。うん。私はそれじゃなくて、しろくまだよ。今日もこれ、天ぷら。あみちゃんとめいちゃん食べるの？これ、あみのだよ。あみみが食べるの？長靴も、まん、パパ、はい、長靴もスニーカーも同じなの？長靴とスニーカーは違うよ。え、同じだよ。同じだよね。スニーカーを防水のやつしたら、長靴の代わりになるんだもんね。うん、じゃあ一個ちょうだい。いいよ。これ。なんかエビの尻尾ついてる。エビの尻尾ついてる。エビの、見て、エビの尻尾でしょ。エビの尻尾でしょ。かわいい。今からハートを食べたのね。パパ、今から私はハートの音を食べたのね。私はハートが大好きだよ。まあ、それで終わって。これもいいよ。ねえねえ、ちゃん、たん。ねえねえ、あのね、めいちゃん、あのめ、パパ、あのね、めいちゃんが歌ってる歌ね、全部ね、本当にはない歌だ。ゆいちゃんもね、めいちゃんぐらいの時ね、なんかね、こういう感じの歌歌ってるんだ。それでね、あのね、ちゃんとした歌、はい、ちゃんとママはドトールのコーヒーでサイズアップしました。ちゃんと、ちゃんとした、パパ、パパ、パパ、ちゃんとした歌うのね、アミミだけだよ。なんで真ん中がパパ、え、じゃなくて、めいちゃんぐらいの時、ゆいちゃんとめいちゃん、どっちもね、めいちゃんぐらいの時に、あのオリジナルの変な歌を歌うんだよ。アミミはね、アナ雪の歌ね、視聴してたけど、ゆいちゃんとね、めいちゃんはね、なんかね、だから、だけどとか言うやつね、めっちゃ歌ってたから。ああ、そういうことね。うん、でね、アウトとね、あの、ゆいちゃんの合わせでね、歌ってた。歌ってたんだけどね、まあハロウィンのお家でも大歓迎したんだよ。アミミね、一番好きな歌はね、ヨアネハギとね、うっせぇわだよ。なんかね、バラ組の時にね、お父さんの時にね、なんかね、好きな何かを言うんだけどね、それでね、好きな、その時、なんかね、お父さんの時ね、好きなね、歌だったんだけどね、その時ね、なんかね、あれね、なんかね、人とかぶるのね、嫌だからね、なんかね、弱音吐きって言ってみた。それでね、それね、先生にね、言ってみたのね、なんかね、僕もこれちょっと好きだよって言ってた。あのね、ちょっと食べたのね、自分以外なのに、ポイント乗ってるね。味よしの味噌チャーシューです。ゆいちゃんはケンタッキーのクリスピーです。冷ましてます。冷ましてまーす。あのね、ワンちゃん、あのね、シャラちゃんがね、あのね、シャラちゃんがね、あのね、ワンね、ハキハキを歌ってたんだけどね、あのね、大変。パパ、姉ちゃんが言ってることね、全部ね、嘘のことなの。どういうこと？姉ちゃんは何を言おうとしてるの？違う、あのめいちゃんが言ってることね、あのね、全部ね、なったことないことなの。ん？なになに？めいちゃんが言ってることを全部ファンタジーだってこと？うん、妄想だってこと？いいんだよ、別に。このぐらいの年の時は自分で考えた物語をお話ししてるんでしょ。自分で考えたお話を人それぞれなんだ。アミミはそういうことしなかったかもしれないけど、ゆいちゃんとめいちゃんは、あのね、ゆいちゃんとめいちゃんだけどね、めいちゃんぐらいの時ね、なんかね、変な歌歌ってたよ。
だけどね、ママがいるっていう時に、アミちゃんはちゃんとした歌歌ってるけど、ユウちゃんとメイちゃんはなんか、だからだけどっていう歌歌ってたよって言ってた。だから見なくてもわかるよ。そうなんだ。水入る人手あげて。はい。ママはコーヒーあるからいい。これ何歳か何歳。これ何歳か。これ何歳から ?3 歳から私ね、あそこでね、遊べなくなるならね、誕生日来なくてもいい。だけどね、誕生日プレゼント欲しいけど、あれで遊べなくなるのは嫌だ。平日のイオンモールは逆だよ、逆だよ。あそこもなんかちょっとしか来ないね。ケンタッキー並んでる人少な。ねえねえ、こぼれてる。ねえねえ、こぼれてる。何が？水こぼれてる。平日の日はさ、いろんなお店さ、ねえねえ、平日の日はさ、いろんなお店さ、見てなくていいの？ねえねえ、なくなった。ねえねえ、なくなりました。パパ、わかりました。すごい。ママ、なんか、姉ちゃん、すごい勢いで食べてるから、アミちゃんの分もなくなっちゃうかも。ほらね、どうしよう。姉ちゃんさ、うどんだけ食べるの。これ全部食べられそう、アミちゃん。どうする？姉ちゃん、ラーメン食べる？ラーメン。ラーメン、ママ食べてる？ラーメン食べる？うどんがいい。うどんがいいの。どうする、うどん。じゃあ待っててくれる？今ママが買ってくるから。アミちゃん、うどんもっと食べる？うどんそれもっと食べる？その他にもっと食べるなら買ってくるよ。うどんね、はい、美味しい。食べられそう？食べられそう。食べられそうだって。ええ、でもうどん何一つ買ってきたら2人で分けてちょうどいいんじゃない？大とか買ってくる必要？台の分はお得なんですよ。でもこれ台だ。じゃあもう一回台買ってみてみたら。残りは俺が食べるから、うん、じゃあちょっと待っててくれる？これ台なん。これ食べて。台だったらしいよ。天ぷらいらないよ。めいちゃん遊ぶ？ママうどん買ってくるまで。うん。あみちゃん遊ばないよ。めいちゃんだけ一人で遊んでくる？遊ばないじゃん。遊んでない。考え中。どうしようかな。遊ばない。やめとく。ねえねえ、ねえねえ、6歳なのさ、6歳なのバレなかったらさ、あそこで遊んでいいんじゃない？バレなくてもダメ。だって誰にバレなきゃいいの？誰もそんなこと気にしないよ。ね、ただ6歳の子が5歳の子怪我させたら、6歳の子がここで遊んでダメでしょって言われるんだよ。いけないんだ、いけないんだって6歳の子が言われるよ。ねえねえ、あのさ、うん、私ね、めいちゃんとしかね、遊ばないから怪我させないよ。わかんないよ。5歳の子、他のお家の子が突進してくるかもしれないよ。体当たりしてくるかも、キックしてくるかもしれないよ。で、そういうことした。でも、そしてもさ、そういうことされても6歳の子が悪いことになっちゃうから。パパ見て伸びた。パパ見て伸びた。見て、これでね、無限大の形できる。あ、無限大。あとこれも無限大。あとこれもリボンだ。これ無限大。みーちゃん何してんの？見て、無限大。うん、無限大じゃない。見て、無限大。違う。見て、無限大。違う。見て、無限大。無限大じゃない。おぉ、アミちゃん本当に全部食べた。私は天使です。見て、私は天使です。メイちゃん、食べないの？え、うどん残ってるよ。うどん残ってるよ、ほら。食べないの？でも取れないんだもん。口つけて食べるんだよ、そういう時は。うん、そうやって。なんで？こうやって、こうやって。はい、はい、はい、持ってきたよ。
食べそうな勢いなんだけど、どういうこと？ギャルソルな、うちの娘だって。ギャルソルの呼び組んだ。すごいね、丸亀製麺。アミミ多分大のやつ2つ食べれる。だからメイちゃんとアミミで大頼んでさ、それでさ、メイちゃんがさ残したやつをアミミがさペロリと食べればさ、2人ともお腹いっぱいに食べれるんじゃない？じゃあ今度から大2つ頼むね。そしてメイちゃんが残したやつをアミミが食べればいいんじゃない？そしたらパパさ、あのさ、食べて太ることもなくなるよ。なくなるよ。ダメなの？こっちに戻しとく。はい。今度から大スカツさ頼まないとさ、だとお腹いっぱいに食べれないよ。そうだね。メイちゃんがまずお腹いっぱいに大を食べます。その次メイちゃんが戻した後、アミミが食べますってさ、やらないとさ、みんな2人ともお腹いっぱいに食べれない。なんかあったかい食べ物、あったかい食べ物をさ、大でスカツ食べるとなんかさ、お水さ、じゃあさ、お水さ、私とあんちゃんがペロって食べたらお腹いっぱいになるんじゃないの？そうだね、ペロって食べたらお腹いっぱいになっちゃうね。あと何口かで食べ終わる、めいちゃんも。今度から大スカツ頼んだ方がいいと思う。無理して食べないでね。今日だけってこと？だけどアミミ前さ、大一つ丸ごとアミミ全部食べたことあるよ。みんなにごちそうさま。はい、ごちそうさま。レイちゃんはやっぱり波の方がいいかも。レイちゃんは多分大より波の方がいいと思う。レイちゃんは大より波の方がいいと思う。それの方が全部食べる。いいよ。なんかお腹が全部。アミちゃんのこれ何？バニラと
ママ、この緑のやつなんだっけ？マスクメロンとバニラ。バニラの方、さっき何口か食べた。今だけ特別コーン付き。うん。ゆうちゃんのコーン付いてないの？ゆうちゃんのは何？普通のやつ。普通のやつなんだ。ソーダっぽいね。ソーダミントだっけ？ソーダミント。ママのは？キャラメルリボン。キャラメルリボンとクッキー&クリーム。サーティワンのやつがついてるんだよ。うん、今だけコーン付きだね。あ、それ外すとサーティワンのやつがついてんだ。言って、僕たちが今からサーティワンに編集する。じゃあ、よく見ててね。